夜と風の結婚、その綾子、第18章。よく見るとこちらを振り向いたのは結構日焼けした顔であった。甘色の髪を短く刈って、目鼻立ちは精悍である。小玉夫人ですか？はい。あなたは？ジム・ハートレーと言います。テキサスのヒューストン市の交響楽団員です。ナナは黙って相手の顔を見つめ、それから何気なく見知らぬ人の指を見た。別に疑ったわけではない。指は人間の体の部分の中で最も能弁な、表情に富んだものである。顔は作れるが、指の表情まではなかなかごまかしきれない、怖いものだと思ったことがある。ハートレイと名乗る男の指は細長く、確かにそれは表情の死んだ指ではなかった。私に何か？ジェリー・ホンダをご存知ですね。ジェリーがあなたに会うように言ったからです。あなたのお父さんのホテルも紹介してくれました。ナナは結婚以来まだジェリーに会っていなかった。彼が演奏旅行に出かけていたということもあり、新居の整理にも忙しかったからである。本田先生のお友達ですか？ジェリーとはアメリカで親しくなりました。父の家で1週間一緒に過ごして。そうですの。ナナの胸に懐かしさが浮かんだ。それはジェリー・ホンダ自身に対する懐かしさではなかった。強いて言えば、それはモリアのことがいつも心のどこかにあり、歌を歌えばその心の傷口の痛みがいつでも蘇ってくる、あの不安定な日々に対する懐かしさであった。お部屋は？取ってもらいました。お気に召しましたかしら？大変気持ちいいです。一瞬ナナは言葉を失った。相手の視線が自分にじっと注がれていることを感じたからである。ジェリーはほとんどあなたに信仰に近い感情を持っています。ご存知ですか？いいえ。ナナは気を取り直した。それで東京をいくらかご覧になりました？少しだけです。僕の滞在予定はあと24時間です。それじゃあ短すぎてダメですわね。クリスマスまでには家へ戻るという約束があるんです。日本へ寄ったのはヨーロッパからの帰りですから。一人の客が間違えてラウンジの戸を開けたので、煽りを食った軒しのぶがカサカサと揺れた。もし時間が終わりでしたら、これからどこかへ散歩に出かけませんか？父の誕生祝いがあるのです。それはそれは。ナナは後ろを振り返った。遠くから入り口のガラス越しにミキコがこちらを見守っていた。姉も兄もみんな集まっているのです。その後ではいけませんか？あなたとぜひ一度お話ししたいのです。どんなに遅くなっても僕は部屋で待っています。ナナは考えた。昔ならこういう時、自分の取る道は決まっていた。よほどのことがない限り、雪吊りの他人に対する時は礼儀を尽くし常識を守り、それ以上お人よしになることも自分の好奇心を満足させることもしないのであった。しかし児玉との結婚以来、ナナは夫とではなく一人で人生を楽しむ方法を覚えたような気がした。
その解き放たれたような気持ちが結婚によって得た唯一の報酬であるようにも思えた。あなたのお部屋は367号です。お約束はできませんけど、終わったらお電話してみます。宴会の最中にナナはジェリーから電話を受け取った。ジム・ハートレイをよろしく頼むということであった。何か特にして差し上げることがございましたら。いや別にないさ。君も忙しいだろうし、第一やつは不意にやってきやがったんだ。明日は昼飯を俺と食うことになっているさ。チェリーはそれからふと、どうだい、その後元気かい。ナナは自分がうるとえるのを感じた。はい。稽古にはもう来られないかい。いいえ、年が明けたらまたお願いに行こうと思ってました。あ、そうか。じゃあまあとにかくジムを頼むよ。宴会は日本式であったので、いつも乱れないホテルマンたちも結構ハメを外し、ズボンの折り目を乱して飲んでいた。ハメを外していないのは小玉くらいのものであった。皆は小玉のそばにいても面白くないので、副支配人の徳井や剛の周りで歓談していた。普段は感情的で使い物にならないが、遊ぶ時には剛は愉快な仲間であった。児玉はたまたま上京中の京都の真庭ホテルの副支配人と何かしきりに仕事のことを話し合っている様子だった。65本のろうそくを立てたバースデーケーキが切って配られてきた時、ナナは夫の背後へ回って声をかけた。お話中ごめんあそばせん。京都の副支配人の方が電気にかけられたように振り向いて挨拶した。どうぞどうぞお嬢様、ついご主人と話し込んでおりまして。児玉は他人の顔でも見るようにナナを見た。本田先生からお電話があって、ホテルへお泊まりのお客様を一人よろしく頼むと言われたの。ちょっとお目にかかってきてよろしいかしら。どうぞ行ってらっしゃい。副支配人はナナに会釈したが、児玉は話の腰を折られて返事も上の空であった。ナナはこっそりと席を抜け出した。時計を見ると9時半である。ナナは髪を溶かし口紅を塗り直そうと思って化粧室のドアを開けた。石鹸の香りがムッとするほど暖かい空気に溶け込んでいる室内では、ミキコがコンパクトを開いて鏡に向かっていた。ナナ、もう帰るの？いいえ。ナナは嘘がつけなかった。いいえ、ちょっと会わなければならない人があるの。本田先生？さっき電話がかかってきてたじゃない？違うの、先生じゃなくて先生の紹介のさっきのアメリカ人。憎らしいわ、ナナ。冗談のようだったが、ミキコはマネキュアをした指を伸ばして本当に薄茶の絹のスーツの上からナナの二の腕をきつくつねった。どうして？ナナはすぐ男の人にモテるんだもん。そんなことないわ。ああ、私も恋愛がしたいな。ミキコは言いながら鏡を覗き込み、私これで結構綺麗だと思うんだけどな。結婚しちまったら女は終わりね。私だって結婚してるわ。だけどナナのところの二人はお互いに愛してないでしょ。愛のない夫婦って旗から見るとすっごく手出しをしてみたくなるらしいわよ。うちでは私はそれほど固定子を愛してるわけでもないけど、相手がやきもち焼きで
私を話しないからダメね。ナナは返事をする言葉を失っていた。自分が自分の心にさえはっきりと言いかねていたことを、いともたやすく当たり前のことのようにミキコに断定されてしまうと、何事も思い詰めまい、はっきり答えを出すまいとしていた自分の卑怯さを見せつけられたような感じだった。考えてみれば、普通の夫婦がミキコが言ったようなことを言われたならば、怒るか笑うかするに違いない。しかし自分たち夫婦は怒ることも笑うこともしないのではないだろうか。それは危険な兆候だ。二人がお互いに憎み合っているという確信もないし、こうして暮らしていけばいつの間にか二人の間に夫婦らしい板割りも生まれてくるに違いないと漠然と考えてはいる。しかし今二人はただ同じ部屋に暮らしているというだけだ。明日からでも元通り別々に暮らすことも可能だ。そうなっても寂しいとは思わないだろう。それは夫婦らしい感情の培われる時期が来ていないからなのか、根本のところで絆が脆いからなのか、ナナには分からなかった。ナナは暗い思いにとらわれながらミキコと別れて下へ降りた。フロントでジム・ハートレイに電話をかけさせて、ナナはソファーに座って待っていた。シャンパンの酔いさめのせいか体が寒かった、心が寒いようだもあった。